骨太ハードロックだ。世界一で人気急上昇。ルバンドムドは、メンバー以外の人もバンドに興味を抱いていることが分かりました。海外でも人気を集め、その得意なコンセプトと、コバとミクさんとの身元コラボレーションが話題となっています。この記事では、デュの骨太ハードロック路線について紹介します。骨太のあのハードロックは、丸くて可愛らしいフォルムのリクに夢中になった海外のファンからも、絶賛されています。彼らは実力派であり、その音楽は世界中で高く評価されています。さらに、ロジフ・オコルナ・ベスプレは最高です。バシューの売り上げも誇張であり、デズはますます人気を集めています。ユジーム衣装についても触れておきましょう。それはまさに小学生の男子が思いつきそうなほど、ユニークで魅力的です。メド喫茶での活動や、夜から朝間でのバイトをしながら、彼らは自分たちの音楽に情熱を注いでいます。彼らの音楽のルーツは祖母の教であり、ビートルズやジミー・ヘンドリックス、奥田民生さんなどを聴いて育ちました。彼らの最初の歌は、信徒物語であり、その独自のスタイルとラゴの歌詞が注目を浴びています。さらに、2023年4月にはソロプロジェクトクルッポが始動し、彼女の才能を存分に発揮しています。ユジのメンバーはそれぞれこうであり、それが彼らの音楽に独自の魅力を与えています。最後にメンバーのプロフィールをご紹介します。3は12月14日生まれで、岡山県出身です。彼女は3歳からピアノを始め、その才能を活かして、バルを楽曲に貢献しています。3は3の右京で演歌歌手を聴いて育ち、3歳からピアノを習っています。彼女も、バシム音楽に独自の要素を加えています。A は、タクのファンに愛されるバンドです。彼らの骨太なハードロックは、世界中で人気を集め、ますます注目を浴びています。彼らの音楽は、聴く人に力強さと情熱を与えてくれます。ぜひ、バリュー音楽を楽しんでみてください。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。